しい元議員の逮捕状が請求されました。すごいですね。つい先日まで国会議員だったのに、ものすごい凋落の仕方です。いや元から凋落してたか、海外にいるから誰も手が出せなかっただけで、FNN プライムオンラインの書き起こし記事から引用します。記事タイトル、速報ガーシー氏の逮捕状請求、俳優らを常習的に脅迫か。ガーシー元3人議員ら2人について、警視庁は、俳優の綾野剛さんらを常習的に脅迫するなどした疑いで、逮捕状を請求した。警視庁が逮捕状を請求したのは、元3人議員のガーシーこと東谷義和氏51と、ドバイでガーシー元議員の配信動画の制作に関わったとみられ会社経営者の男性40の2人、捜査関係者によるとガーシー元議員らは2022年、YouTube の配信動画で、俳優の綾野剛さん、ドワンゴ創業者の川上信夫さん、ジュエリーデザイナーの福谷公夫さんを常習的に脅迫した疑いなどが持たれている。常習的に脅迫してたおっさんが、つい先日まで国会議員をやっていたとか、実質この世の終わりですね。まあこれも民主主義政治の一つの形でしょうか。もうガーシーは二度と、日本に帰ってくる気はないんでしょうね多分。というか立候補した時から帰ってくる気ないでしょ。日本に帰ってきます詐欺で注目を集めていただけで、実際帰る気はおそらくなかったと思われます。ああいう手段で注目を集めてマスコミに記事を書かせるの、立花様が好きそうですし。警視庁は2023年、東京国分寺市にある関係先など数箇所、家宅捜索して捜査を進めてきた。今後、警察庁を通じて外務省にパスポートの返納命令を要請するとともに、国際手配する方針。一方ガーシー元議員は16日午後、SNS でライブ配信をした。ガーシー元議員のライブ配信命を取られるわけじゃあるまいし、そんなに心配しなくていい。誰かが言っているが、死ぬこと以外はかすり傷だ。死ぬこと以外はかすり傷とか言いつつ、何が何でも日本には絶対に帰国しない男。ガーシーの言葉が本当なら、逮捕もかすり傷だと思うんですけどね。逮捕されるのはかすり傷じゃないからいつまで経っても帰国できないんでしょうね。また、国家権力にどこまで挑んだらいいのか、日本を追い出され、帰国もできないと心境を語りつつ、俺は戦わなければいけないなどと述べた。一体何と戦うんでしょうかガーシーは、また若い女性 YouTuber に関する暴露をして、急死に追い込んだりするのでしょうか。ちなみに3月15日、政治家女子48党の黒川敦彦様が、国会議事堂の前で、ガーシー除名反対デモを開催しました。黒川様によると、主催者発表5000人ということです。しかし明らかにせいぜい数十人っていう感じでしたね。主催者発表で多少盛るのはわかるんですけど、数十人を5000人って言い張るのは、さすがに盛りすぎで笑う。黒川様の生放送の同説が、3000人ぐらいいたそうなので、バーチャル参加者をカウントすれば、多少色をつけて5000人と言い張ってもギリギリ許されるラインでしょうか。なお黒川様はデモの現地にて、マスコミの皆様、デモ参加者5000人でお願いします。記事を書くときは参加者5000人って書いてください、とおっしゃっていました。しかし産経新聞の記事では、約50人が国会前に集まり、シュプレヒコールを上げた、と書かれていました。50人を5000人って言ってたのか。100倍に盛るのはさすがに若くさ。話は変わってガーシーは、立花様に対して文句たらたらのようですね。党首辞任とか茶番やん。帰国戦でいいって元から俺に言ってたやん。政党の名前を変えるとかジョークやん。コントでしょ。などとガーシーは主張しています。これもプロレス臭いですけど、どうなんでしょうか。ガチで言ってるのかな。まあどうでもいいかもー。というわけでガーシーの注目度は今後、尻すぼみになっていくと思われます。最後までご視聴ありがとうございました。